席に入りすぎる方がいてるんですけど、なるべく真ん中です。真ん中、膝よりも内側に狙って、内側に狙って打ってもらいたいです。膝の外側でこう結構ボクシングとか打ったりとかするのもあるんですけど、なるべく蹴りがあるんで、蹴りがあるんで膝の内側に、膝の内側、膝の内側に、内側に向かって、内側に向かって、そこになるとこっちが半無心でしまう。でダブル打つ場合は同じ強さで打つんじゃなくて、一発目が2割ぐらいです。で8割、一発目引くの早い、引くの早い、今打ちます、引くの早い、一発目打つ場合は引くの早く、2発目で飛ばす、飛ばす感じ、もうこれ距離なんです、飛ばす感じ、よいしょ。